皆さんかなり魂に詳しそうなんで、なんか言ってみればなんていうんですか、ミスの日バレの前でカラオケを歌うぐらいなんかなるような感じで、ぜひですね、すごく簡単な説明なんですけども、いつもそのドコモスタッフさんとかにこんな風にお客さんに説明してくださいっていうのはトレーニング的な説明の仕方なんで、何ですか、簡単なことしゃべれないっていうふうに思わずに、まあ、一応おさらいとしてですね、来られてくださいと思ってですね、でその後も自由に触りますね。はい、それではこのソガカメラを使ってですね、ちょっとこれ固定してありますんで若干いつもの使い方とちょっと違ってあれなんですけども、まず、ハードキーの説明からします。ハードキーはですね、この前面にですね6つボタンがあります。そして横に音量をですね調整するボタンがあります。で6つのボタンなんですけども、まあいわゆるこの発話キーですね、電話の発話キー、そして電話の発話機で、終話機で、終話機が電源方法を変えます。直すれば、そしてこの、一番左のですね上のボタンは、まあ、家のマークなんですけど、これはなんか困った時とか、なんか、この画面に戻りたいなと思う時はですね、このホーム画面を押していただければと思います。でその左下2番目のメニューキーはですね、メニューキーはそれぞれいろんな画面とかいろんなアプリのたびにですね、そのメニューの画面が違います。例えば地図のとき、ブラウザーのとき、そのメニューキーはそこに表示されるメニューが違いますので、その時々の、適切なメニューがソフトキーで出てくると。それから、これですね、これはいわゆるバックキー、戻るキーですね、一つ前の画面に動作に戻るキー。そしてこの一番右の虫眼鏡のマークなんですけども、これはブラウザとかですね、地図の時にこれを押すとですね、まあ今ちょっと新車なのでキーボードに立ち上がってコミュニケーションするので、ということです。じゃあこれからですね、ちょっとこれから皆さんに体験していただきたい、特にですね、5つのポイントですかね、5つのアプリっていうか5つのサービスですかね、ちょっとご紹介していきます。まずは、入力、日本語入力はどうなっているのかということですね。それから2番目に、まあウェブブラウザがどうなっているのかってるね。それから、3番目に、いわゆる地図、マップルームがどういうふうになっているのか。4番目に動画、それから、写真撮影ですね。それをどんな感じで共有したり、で最後にアンドロイドマークについて。じゃあですね、お手元の、まあ、同時に作業していただくのは結構なんですけども、まずちょっと検索の窓をですね、こう開くと、まあ、いわゆる点キーが出ます。で、この一番左のですね、下の文字っていうやつをここで長押ししていただくと、小さなボックスが8つ出ます。でその左下にですね、そのパソコンのキーボードみたいなマークがありますから、これを押していただくと、いわゆるプレイをいただきます。で、もう一度文字を長押ししていただくとですね、今度は携帯の、携帯電話のマークがありまして、これをポンと押していただくと、これが分かんなかった。これがね、多分、最も分からない。というふうに、スイッチができます。直感的でもないし、じゃあ確かに書いてるわけでもない。作ってるのは日本のメーカーだからな。よくこの即興キーボードはなんか押した感がないとか、手応えがなく、ハードキーとか手応えがないっていうふうになりますけども、まあちょっとキーボードの設定をちょっと、してみますと、ホーム画面からメニューを押すと、そして一番下の方に端末言語文字入力っていうこの画面になります。で今回日本語入力は小野さんの iUM の搭載、これが、まあ、意外と賢くなってます、まあ、皆さんもやってみてください。で開くとキー操作音、それからキーを押した時のファイルブルブルって消えるファイルですね、それからキーのポップアップ選んだ時にその文字がポップアップするポップアップとか、まあ予測変換、それからワイルドカード予測っていうのは、後でご説明します。それから辞書機能とかが、これがまあ、このようになります。これは後で自由に、体験なさってくださ
じゃあですね、まあ、どう弾くの？じゃあ、どうこうの？ブラック、まあ、あのブラックベリーですね。ワイルドカードゲームはどういうものか。ここ弾かんと。じゃあ、例えば、壊れそうだ。インスピレーション。壊れるかもしれない。あ、まだ行き過ぎた。いいですね。で、うん、インスピレーションっていろいろ押さなきゃいけないですけど、例えばこれは、この言葉の数だけこの、矢印を押すと、インスピレーションと押すと、まあ今インターナショナルって言いますけど、まあその他の候補で、